ファンの方から一番多かった質問です。お願いします。勝負ソングは。勝負ソング。あ、もう勝負ソング。リナル。まあそうですね、やっぱり自分たちのオリジナル曲であるサムナマっていう楽曲ですかね。やっぱすごくロックな、ロックのやっぱ侍魂っていうのを熱く語って、まあ誰にも負けないで前進んでいくっていう強い歌詞になってるんで、うんうん、まあ勝負ソングとなるとサムナマになります。いいじゃん、ありがとうございます。さすがやな、もうセブンメン侍ね。そうです、かっこいい。さすがやわ、ありがとうございます。ザードさんの負けない。はい、これはもう間違いない。いいですね。そうですね。うん。そう、間違いない。わかる、うん。間違いないです。わかる。なる？勝負ソング。ある。俺勝負っていうか、うん、気がついたらこれ聞いてるなってやつはええねん。ええねん。うん。ウルフルズさん。はいはいはい。ええねん。あ、なんか合うね。緊張した時に全てええねんって言ってくれるから、あ、俺は好きで。今日じゃあ聞いた方がいいんじゃん。今日まだ聞いてないね。あら、聞いてないね。聞いてないね。これから聞くね。ええねんじゃないじゃん。これから聞こうと思ってんねん。まだ聞いてへんねん。まだ聞いてこれからですね。じゃあ、ザルは。気合い入れるってなったら、うん、スノーマンのクライアウトかな。クライアウトっていう楽曲があるんだけど、はい、なんかそれはこうコンサートとかでもなんかこうバンバンもう、俺だったら衣装引きちぎるみたいな感じなんだけど、ほう。それ聞くとやっぱテンション上がるかな。一生引きちぎんねや。うん。引きちぎっちゃう。引きちぎ。予算的に大丈夫なやつ。あね。最初自分で買って持ってって破いていいですかって相談したら、はい、あ、破きたいなってなると思って用意してるよって言ってくれた。すごい。意外と。スノーマンの曲結構早いテンポの曲多いから、はいはい、割となんかこう試合行くぜみたいな感じになりやすい。サスケの時はでも、ね、あんま聞かない。サスケ勝負ってあんま思ってない俺。確かに、うん、なるほど、うん、なんか確かに、まあ俺も思ってないけど思ってないね。一緒一緒、思ってないね。めっちゃ緊張する時ええねんって言った。だっては朝会った時もうガチガチだったもん。目こんなだやばい。めっちゃ緊張してるってなメイクさんに話しかけて話しかけて細かしいな。そうそうそう、楽しみますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。サスケ202312月27日放送、見てねー。